一緒にカプセルトイを楽しみませんか。カプセルトイちゃんです。今回も最新のカプセルトイをご紹介します。まずはこちら、ちいかわビネットフレンズ2、全4種300円です。ついに私ちいかわに手を出しました。さて何が出るでしょうか。開けてみましょうか。パカーン。ラインナップの確認です。ちいかわビネットフレンズ2、ちいかわ、ハチワレ、ウサギ、そしてシーサーの4種類です。今回当たったのはこちらシーサーですね。さあ袋を開けて中から出てこい。かわいいですよ。シーサー、なんか食べてますね。これ何食べてんだろう。かわいい顔してる。よくできてますね。このね、質感たまらんよ。力入ってる。またこれバンダイさん。そして台座もかわいい。木の切り株にシーサーが、ちょっと向きが違うな。こっち向きで座りました。かわいいですよ。私ね、ちいかわ知らないとまずいと思って、見てください、一巻買ったんです。全部読んで勉強しました。でもね、今回当たったシーサー、一巻には登場しませんでした。だから今シーサーが何を食べているかわからないんです。ちいかわ詳しい方、コメントで教えてください。予想はカレーパン、どうでしょう。そしてこの間も回した筋肉マンなんですけども、これ覗いてみたら、なんと一番の大当たり、色が塗られているウォーズマンが見えたんです。つまり何回か回せばこの色付きの大当たりウォーズマン出てくるってことなんですね。まあやりますよね。さて、おや、ウォーズマンではありますが色付きではない。ということは次なのかな。で、あれ青いですね。あれこれ、あれウォーズマンじゃないな。青いサンシャイン。あれ、あそこに見えてたのは3つ目に出てくるやつなのかな。どうでしょうか。あれ違うな、これ。あれこれセイウチンだ。あれどこ行っちゃったんだ。色塗ってるウォーズマン見えてたんですけどね。あれ青だな。マッスルインフェルノ、違う違う違う。あ、またセイウチンだ。あれどこ行っちゃったの。怖い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 。見えてたウォーズマンどこ行った。これ青いセイウチンですね。違う違う違う。え、怖い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 。どこ行っちゃったの。これまたセイウチン。セイウチンがいっぱい出てきた。怖い怖い。違うの、色がついてるウォーズマンが欲しかったんですけど、あれこれもセイウチン。あれ8回も回しちゃった。ははーん、色付きウォーズマン幻だったんだな。これウォーズマンでしょ。でサンシャインで青いマッスルインフェルノで、あと全部セイウチン。8回回して5個セイウチン。こわ、幻が見えてた。色ついてるウォーズマン幻だった。気を取り直してこれ行きましょう。本当に使えるミニチュアレトロ水筒マスコットボリューム2です。本当に使えるって言ってますね。1回400円です。さてどんなのが出てくるんでしょうか。まずラインナップ確認しておきましょうか。パカーン、こちらですね。全5種本当に使えるミニチュアレトロ水筒マスコット、A が猫、B がパンダ、C リス、D 小鹿、E プードル。なかなかコアなラインナップですね。今回当たったのはこちら、オレンジ色のこれ猫ですね。
うん、間違いないです。 A の猫が当たりました。すごく印刷が綺麗、そしてこんな風にストラップもついてて、うん、かわいいよ。うん、ウォーターボトルって、うん、英語で書いちゃってね、確かにレトロな感じ。これコップは、あ、ちゃんとねじって取るタイプ。そして、うん、何回も見てる、かわいいから。ここが開く、ここが開く、ここに入れられるんだ。入れたい。お水入れてみましょう。はい、お水入れてきました。コップを取って、中の線を開けて、角度調整してね、出てくるところ、そしてお水出てきた。本当に使えます。ちゃんとお水が入って綺麗にお水出てくる。そしてこれご覧ください、何だと思いますか。先週紹介した目が出てくるやつです。はい、これにお水あげよう。すっごい目出てるでしょね。これもう植え替えしないといけないみたいですね。窮屈そうで。はい、お水ちゃんとやることができました。中の蓋してコップもつけて、うん、できた。いいですね。さて次行きましょう。これカプセルキットシリーズメカオ全4種400円です。8つのボールジョイントで可動が自由自在って書いてますね。これね、実は楽しみにしておりました。どんなのが出てくるのかな、ワクワク。さあ開けてみましょうか。そして一応ラインナップ見ときましょう。グリーン、イエロー、ブルー、レッドの4種類です。で、組み立て方法が裏に書いてると。パーツの数結構ありますね。これブルーとグリーンにはヘッドフォン、レッドとイエローにはウサ耳が乗るみたいです。組み立て方も本格的な説明書になってますね。さて中身を取り出して、これがヘッドフォン、この子がメカオに乗るのかな。でパーツ一覧並べてみました。ニッパーでパーツを切り取ります。これね、本格的なプラモデルを作ってる気分です。楽しいですよ。このパーツをくっつけて、これがね足の部分なんですよ。でこれボールジョイントパチン、でこの足を4つ組み立てて、そしてこれに全部くっつけると、でパッチンパッチン気持ちがいいですね。でこれが操縦席ですね。でパーツいろいろ組み立てて、乗り込むはしご、そしてこの小さいところ、このパーツは給油口なのかな。操縦席を取り付けて、で給油口あるのにこれゼンマイみたいなのもあるし、面白いですね。これなんだろう、アンテナかな。乗り込みました。そして足と乗り込んだところ組み立てる、で完成です。かわいいですね。もうちゃんとしたプラモデルです。あ、やっぱり給油口なんでしょうねこれね。足もぐいぐい動くし、ボールジョイントがよく効いてます。ここのパーツがねちょっと取れやすいのがちょっと残念だったな。そしてね、素晴らしいところをご説明します。この子綺麗にハンドル持ちます。こういうの大事ですからね。せっかく乗り込んだのにハンドル持ってないじゃんみたいなことありますから、この子はちゃんとハンドル持つ。足はちょっと届いてないんですね。これを作った作家さんのこだわり、可愛らしさを表現するためのこだわりと取るか、ただただ届いてないのか。あれ、なんだこれ、なんか通りましたね。お、追いかけるのかな。今の白い生き物何だったんでしょうか。
さて次行きましょう。次もちいかわなんですね。今回ちいかわ多めです。ちいかわカラフルラバーマグネット、マグネットになってるそうですね。全7種300円です。さて何が出たかな。このカプセル珍しいです。ご覧ください。楕円形なんですね。初めて見ました。開けてみましょう。そしてラインナップ確認です。ちいかわ&ハチワレ、そしてうさぎで、ハチワレだけで、あの子栗まんじゅうモモンガちいかわの7種類ですね。今回当たったのはこれ、ハチワレです。かわいいですね。これね、質感が素晴らしい。見てください、このテカテカ具合、傷一つありません。よくできてんな。やっぱりね、チーカは結構数出てるんですけど、バンダイさん力入ってます。こっち向きなんだ。横向きの8割みたいですね。寝っ転がってる時の8割かな。どれぐらい可愛いか一発でわかるものをご用意しました。私が紙粘土で作ったちいかわです。私が作ったやつ可愛くないでしょこれ。全然ね、これ本物のちいかわと比べて何が違うんだろうな。これ私作ったやつ可愛くないけど、バンダイさん作ったやつ可愛い。いや私の方出てこなくていい。これ可愛いですね。バンダイさんさすがです。うん、近くで見ても、うん、バンダイさんのが可愛い。そしてマグネットですから冷蔵庫にくっつくんですね。素晴らしい。さて次で最後です。もう一発ちいかわ行きましょう。ちいかわお座りぬいぐるみ全5種500円です。ぬいぐるみってね、やっぱり私もおじさんですからあまり魅力を感じることはないんですけど、ちいかわです。やりましょう。1回500円のぬいぐるみやりましょう。ちいかわデビューしてますから。私さて何が出たかな。ラインナップ確認しますの前にこれご覧ください。カプセルがめちゃでかい。1個目のシーサー入ってたカプセルと比べたらめちゃでかいです。さて改めてラインナップ確認。ちいかわと、そしてハチワレ、それからウサギで、栗まんじゅうで、モモンガ、全5種です。でここ見てください。座りにくい場合はお尻を整えてくださいって書いてるんです。絶対に整えたい。今回当たったのはちいかわです。でこのちいかわね、せんべいみたいな出てき方します。雪の宿みたいな出てき方。はい、出てきました。かわいいですね。ちいかわちゃん、小さくてかわいいからちいかわなんですね。私勉強しました。で座らせてみます。ダメですね、座らない。お尻を整えないと。お尻整えます。ちいかわのお尻を今整えております。ここを座りやすいようにまっすぐね、これでまっすぐなったかな。お尻整えて座るかな。座りました。一応あれ出しときます。どうします、私が作ったやつ。それなくてももう十分可愛いの分かりますね。ええ、尻尾も可愛い感じでついてるな。うん、いいですね。可愛い表情してるな。はい、持ってきちゃった。あ、もうダメだ、私が作ったやつ可愛くない。このカプセルトイちゃんはバンダイさんじゃなくてキタンクラブさんが作ってるんですけど、とても上手にできてます。上手に作ってくださってありがとうございます、キタンクラブさん。さて今回もたくさんご紹介しました。気になったカプセルトイちゃんはあったでしょうか。可愛いですねこのシーサー。シーサー可愛いな。今回ご紹介した中で私の一番のおすすめはこれかな、これかな、これかな、ね、今回ちいかわが多めでしたね。でも皆さんお気づきですかね、ちいかわより多いものが ありますね。うん、でこの水筒ももうめちゃくちゃ可愛いです。で1、2、3でちいかわが3つ、セイウチンが5つ、
ちいかわ多めって私ちょっと嘘の情報を言っちゃったかもしれないです。今回はセイウチンが多めです。はい、お待たせしました。今回一番のおすすめはスイートじゃなくてこれ。これね、もっと欲しいです。すごく可愛いです。よくできてる。ね、男の子のはずなんだけど、私まあおじさんですけど、あのセイントセイヤよりちいかわの方が欲しくなってる。ちいかわにハマってる。さて、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。これからもカプセルトイを面白く紹介していきたいと思っております。そのためには皆様の応援が必要です。ぜひチャンネル登録、そして高評価、そしてコメントもよろしくお願いします。それではまた次回もお会いいたしましょう。カプセルトイちゃんでした。